はい、皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ TV 417ことはーちゃんです。今回はスイーツデコの材料を購入したので紹介していきたいと思います。今回は手芸屋さんとビッグカメラで購入しました。はい、ではご紹介していきます。まずは手芸屋さんでの購入品からご紹介していきます。手芸屋さんではこちらですね、樹脂粘土のグレイスを購入しました。コスモスは家に6個ぐらいあるんですけれども、グレイスはもう全然なくて、なのでこちらを購入しました。これは1000円ぐらいですね、約1000円ぐらいです。1100何本ですね。はい、こんな感じで、これはコスモスは透明感はないんですけれども、これは透明感と弾力性に優れた粘土ということでね、はい、よく使うので購入しました。今回の購入品は全てお母さんに買ってもらったものですね。はい、次はこちらです。これはサンドイッチの粘土型になるんですけれども、あゆママさんがねデザインをねされたということでね、あゆママさんは本とかで知ってたので、こちらの型をね購入しました。はい、そのね作り方のレシピが入ってるみたいなんですけれども、この作り方が載ってる本を持っているので、もうそれを見ながらやれますね。はい、こんな感じでこういうねパンを作れるみたいで、私はあんまりなんていうんですかね、フェイクフードとかそういう系じゃなくてスイーツばっかりなんですけど、パンが好きなので、はい、これを作ってみたいかなって思って購入しました。作ってみたいかな、作りたいなって思って購入しました。次にこちらです。ハートマカロンということで、こちらは水玉バンビさんがデザインされたものですね。ノンって書いてありますね。こちらはハートマカロンです。こんな感じの作品になっていて、水玉バンビさんの動画でも見たことはねあるんですけれども、本にも載ってて作ってみたいなって思ってこちらの型を購入しました。これはねハートマカロンと、あとはちょっと開けてみるんですけれども、こんな感じでホイップとかイチゴとかリーフとかの型もついていて、この型と粘土があれば簡単に作れるというものですね。はい、こんな感じです。水玉バンビさんの動画はよく見させていただいているので、こちらはね購入できて嬉しかったです。はい、次にビッグカメラでの購入品なんですけれども、ビッグカメラではこちらです。こちらの艶消しのトップコートを購入しました。372円ということなんですけれども、こちらは艶消しトップコートということでね、艶を消すマットにするものになります。これは水性タイプなんですけれども、仕上げに一拭き表面コートということで、こちらをねかけてスイーツデコに艶を消すものですね。こんな感じで、これはプラモデルとかそういう関係のコーナーに売ってたんですけれども、これもね水玉バンビさんが前にご紹介されていて、これを使っていたので、すごい使いやすそうだったので使いたいなって思って私も購入してみました。本当にいつもねこう使いやすそうなものとかを参考にさせていただいているので、こちらを私も使ってみたいなと思って購入させていただきました。で次はこちらです。こちらのレモンシロップを購入しました。こちらは私最近レモンがね好きというのはね結構皆さん知ってると思うんですけど、レモン柄が好きでレモンが好きなので、こちらのレモンシロップを買ってきましたね。はい、まあレモンモチーフのものとかを作ってスイーツデコとかでアクセサリーとかにしたらいいかなと思って購入しました。こちらも115円、税抜きなのでねもうちょっとあるんですけれども、はい、購入しました。次はこちらです。タミヤのトッピングの達人クリアーソースになります。これは透明ですね。はい、透明なので、まあなんかなんていうんですかね、いちごとかにかかってたりするとなんかジュレっぽい感じで、ツルツルした感じのクリアーになると思うんですけれども、透明ということで
まあ、こんな感じでね、ツヤを出したりとかゼリーのコードとかにするときにすごいプルプルな見た目になるし、はい、いいかなと思って初めてこちらのクリアは購入しました。こちらのシリーズはブルーベリーとかイチゴとかオレンジとかハチミツとかキャラメル、チョコレート、様々なものがあるんですけれども、クリアは初めてで、これ以外は多分全部使ったことがあると思うんですけれども、これだけ買ってなかったので試しにちょっと買ってみました。税抜きで258円です。で、最後にこちらです。こちらの、ホワイトシュガーということで、アイシングの達人のホワイトシュガーコートになります。これはこんな感じでクッキーとかにかけたりするものなんですけれども、これはね、アイシングクッキーを作るときにも使えるんですけど、私はそうではなくて、まあ、スクイーズとかのデコレーションの時とかに白いソースとかは使うので、なかなか白いソースって売ってないんですよ。パジェコさんから出ているものだったりとか、まあ、あるんですけれども、あんまり100均とかには見かけないことが多くて、100均のはあまり私使わないんですけれども、はい、こちらは買いたいなと思って買いました。キャンデーには確か売ってたと思うんですけれども、先の細くてこんな感じで、私はタミヤさんのものがすごく好きなので、はい、こちらを購入しました。はい、というわけで今回は、グレイスとかニッシュとか、あとはソース系だったり型を購入させていただきました。はい、こちらを作ったらまた動画出したいと思います。作品紹介もねアップしたいなと思っているんですけれどもね、はい、すごく可愛くできたイヤリングがあるので、それを早くお見せしたいんですけれども、まだね作品がちょっと少なすぎるので、溜まってからご紹介しようかなと思うので、はい、待っててください。というわけで今回は購入品のご紹介でした。途中で一回犬が鳴いてワンっていう声が聞こえたと思うんですけれども、本当に申し訳ないです。では今回はこの辺で終わりさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。